ボール。おはようございます。今のアンが寝てるので静かな感じ。腰まであと1週間切りました。やばい。今日と明日お休みなのでレイが。今日は実家に戻って荷物運んでちょっとだけ鍵を作りに行って荷物が搬入できるように片付けて一日終わるかな。なんかさ下にね何個かあの入れるとこがあるんだけど引き出しがあってねマイクロウェーブオーブンがあったんだよね。3ヶ月ぐらいで多分壊れちゃってオーブンが効かなくなって今度電子レンジも使えなくなってオーナーにねお願いして直してもらうはずだったんだけどね帰ってこなかったの。ありえなくない。だからねここはさ空っぽなんだよね。本当はここにね電子レンジオーブンがついてたの。なんでこれだいぶねノアが捕まり立ちできるようになってからさ開いてる穴開いてるさこのところにさこう手入れてさポン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 するから危ないから段ボールをね置きました。最近なんだけどねでもね引っ越してばっかりだよ。もう引っ越しやだ引っ越し好きだけどやだな。引っ越しは楽しいんだけどねパッティングが嫌だ。大変よねパッチングって。ではIt's a workout. どこだろうね、なさんね、ここ。ベビーベビーズ。バイ。ノアが寝る。ベビーヒズがなすり。He's gonna してるんだけど使うものが結構あるからパッチングしつつと息抜きをしつつパンを今また職場に焼いてる、のあと30分寝るはずなんだけどもう起きちゃったので迎えに行こうかな。あとちょっと待って寝なかったら迎えに行きたいと思います。見てかわいいぽよ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 なさんのお尻みたい。ほほこれから成形して食パン作っていきます。成形終わり。これまちょっと変なのちゃったけどこれから8割7割8割ぐらいまで発酵させていきます。ノアさんです。綺麗に焼けました。ホワイトラインもちゃんとついてるし素晴らしい。最近ねスイッチで作ってるからねなんとなくねコツがつかめてきた。ちょっとまだこのマークのクリクリが下手だけど。
ですね。It's gonna go stuck. I want them to want the new gamers. They shouldn't just keep trying to appease an aging audience. It's a death sentence to do that. I want them to make the game for the new audience, for the new generation of gamers. And they're different than we are. And we're different than the guys that were before us. You want to say the new one part of it? They should do. It's smart. They want the kids who grew up on Destiny. And that's what these live service models are for. It's for the longevity of the franchise. They don't want the neckbeard. Well, no, it's because the live service model works. People that play PoE to play Diablo 4 seasons in between PoE seasons. Or, like, I'm sure PoE is going to probably, I would bet, that they're probably not going to try to release their seasons at the same time as the Blizzard seasons. Because it's bad for both games. Because you have... こんにちは。引っ越しまであと4日金土と4日になりました。ヒノキっていうね、ジャパニーズグロッサリーのお店がね、近くにあるんだけど、そこが今リノベーションセールやってて、で夜、ちょっと手抜きでお寿司を買って、今働いてないからね、そんなにね贅沢できないんだけど、ちょっとね疲れちゃってね、まあでも煮物は作ったんだけどね。もうね4日前じゃん、ちょっと焦ってるよね。さあ大きな家具がさいっぱいあるんだけど、全然片付いてなくって大きな家具があるのとノアのものをしまってないから、今ねすごいことになってるの、家がとりあえずこれから散らかってるものを入れようかなって今思ってます。とりあえずあと4日頑張ります。おはようございます。引っ越しまであと3日なりました。テーブル畳んで段ボールを全部端っこに今置いてる感じ。片付かない。ハウスインスペクション忘れてました。てか今日が土曜日だってことはすっかり忘れた。明日だと思ったんだけど、私なあさんびっくりしたね、なあさんびっくりしたね、寝たのにね、起こされちゃったね。少し2日前です。ノアさんです。マミさんとノアさんは今からバニングスに段ボールを買いに行ってきます。あとちょっともろもろないのでね、今ね、行ってこよう。おー、ノアさんすごい気になるね、外いっぱい車撮っててね。寝た、ノアさん寝たんですけど、皆さんおはよう。お、やっほ。電車バイバイって。引っ越しまであと1日になりました。ポットに入ってる
土を捨てるのとお部屋の掃除をしていきたいと思います。見て、レイがね、あのグローブ持ってっちゃったからね、一個ずつしか残ってなかった一応さ、あ、見てよ、一応さ、うちら、あの引っ越し業者さんと、すごい頭だね、引っ越し業者さんと、あと、なんだっけ、あ、お掃除屋さん、子供いるしさ、あの大変だから頼んでるんだけど、だからね、お外もね、掃除してもらえるんだけどさ、あまりにちょっと汚いとさ、申し訳ないから、ちょこっとだけ片付けます。まだ終わってないんだけど、ノアさん起きちゃったので、今こんな感じ、リビングに、今日はここで寝るから、とリビングにマットレス敷いて、布団とかは全部そこで決めて、で家具って感じかな。で、あとちょっといらないものをこちょこちょ片付けなきゃいけないんだけど、でもとりあえずノアさんを迎えに行きたいと思います。はい、寝たないさ、おはよう、お疲れ様、はよ、はあ、お寝ぼけさんなの、寝ぼけさんなの、なら、まだ寝ぼけさんなの、はあ、はよ、起きましょうかね、起きました。ヤダさんは9時まで帰ってこないそうです。なんかね、実家のね、お掃除してくれてる、ありがたいわね、なさ、ママさんたちはこっちで頑張りましょう。向こう行く？皆さんびっくりするよ、多分。全然景色変わってるから。向こう行くか。今7時、ダダさんはまだ帰ってきません。マミさんはね、調子がとても悪い。とても悪い。早く帰ってきてほしいんだけど。辛いよ。ねえ、ねえのさん、ミルク飲んで寝よっか。ねえ、ねえ、もしようか、ねえのさん。何が欲しいの？それ、寝るの？ミルク飲んでないよ、まだ。ねえ、なんで2個取ったよ。1個にして。1個にして。なんで2個、ちょっと、ちょっとあなた、欲張りすぎませんか？ 2 個は欲張りすぎじゃないか？うん、あれ。これこれ。1個にしてください。はあ、眠いみたいです。皆さんがすごい楽しんでおる布団で。よかったね、楽しそうだね、なあさん。楽しいね、ノアさんね。
愛い楽しいのよかったねよかったね、なさんすごい楽しそうじゃん。こんな時に限ってよ、あのなあさんがミルク飲んでくれない、うん、飲んでくれなくは寝れないんだけどなあさん、うん、なあさん、うん、はい聞いてますか、うんうん、ポンポン、はい、いやー、おオッケー、おはようございます。引っ越し当日でございます。なあさんは元気です。行ってきます。すごいストレス、めっちゃね終わってないからね。ここがノアさんのお部屋になります。ありがたい、綺麗になってる、すごく全部綺麗にしてくれたよ。外から外の眺めはいいね。あとうちらそこの終わりました、うん、まだ終わってないけど。Did you put here? Yeah. Come inside. Mm-hmm. すごい荷物ね。さっき持ったんだけど。Noah さん、little space.